ハリー YouTube。 はい、皆様お待たせしました。ついに、ついにです。カワウソちゃんたちのお顔の見分け方、最後は最難関のお兄ちゃん組でございます。兄弟だけあって、この3匹はとってもそっくりなんですよね。この映像ね、キララちゃんもいるんですけどね、ちょっと許していただいて。特に難しいのが、海くんと青くん。ごめんなさい、ここもね、ちょっと私映っちゃったんですけど、ここも許していただいて。それでは早速、行ってみましょう。難しいですね。これだけじゃ本当わからないですよね。お兄ちゃん組はこちらのお三方なんですけれども、いや、もうこの写真だけでもね、すでに難しくって、もう海くんと青くんはお父さん似で、で、まあ、逆にその空くんはお母さん似の印象が強いですね。しかしながら、この体が濡れてたり、まあ、見る角度次第でみんな印象も変わってきます。プールの中にいるみんなは本当にわかんないですよね、もう。ということで、一人ずつ深掘りしていきましょう。まずは青くん。青くんの最大のポイントは、この顎にあるほくろのような模様です。大きな差はないんですけど、3匹の中で一番その体格が大きく見えます。グラマラスボディですね。まさに男の子で、やんちゃな部分も可愛いところですね。そしてこちらが海くん。もうお顔に関しては青くんとそっくりなんですけど、青くんの方が少しだけこう横に広い印象のお顔をしております。見方を変えると、青くんの方がよりそのお父さんさんちゃんにという印象で、海くんの方が角度によってお母さんみくちゃんの面影が出ます。お兄ちゃん組の中でサロペットの中に入るのは唯一海くんだけなんですよね。このカワウソファミリーの中でもサロペットに入る子は限られてるので、大事なその見分けポイントかなっていうふうに思います。あと海くんは割とそのいろんなところ触らせてくれます。青くんのようにやんちゃな一面もあるんですけど、この3匹の中では、一番紳士的な一面が強いかもしれないです。最後は空くん。空くんはお顔のタイプがお母さん似なので、青くんと海くんを見分けるよりは簡単にわかるかと思います。まあ、言っても兄弟なのでね、まあ、似てること似てます。もう最近は男の子っぽさも結構増してきて、そのトレードマークだったこのおしゃぶり姿も今はね、あんまりその見る機会減ってきたように思います。
末っ子感が強かった空くんだったんですけども、いつの間にかこんな立派な男の子になってくれました。はい、ここでおさらいとして冒頭の映像をもう一度ご覧いただきましょう。いや、2回見てもわからないですよね、本当に。少しね、スローで答え合わせしていきます。こちらがウミくん、今出てきた子、アオくんですね。で、ソラくん、また青くんですね。はい、そして最後も青くんでした。撮影中そんなに気づかなかったんですけど、青くんこんなに来てくれてたんですね。ありがとう青くん。これでね、皆さんもこのテラス店のカワウソちゃんファミリーみんなのこと、もう全員に分けられますよね。ということで、カワウソちゃんたちの見分け方完結いたしました。子供たち編と大人たち編もぜひ復習してみてくださいね。それにしても難しいですね、もうみんなそっくり。皆さんもぜひ子供たち、そして、お兄ちゃんたち、今回の分ですね、お兄ちゃんたち、そして、大事な大人たち、お顔をね、覚えていただいて、今後この YouTube のね、動画をより楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。